こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日は、はい、アビッコ商店街に、アビッコ商店街、はいはいはい、いろんなお店があるんですけど、はいはいはい、このメンバーの中からビビりをなくしていきたい。おる？いや、俺はおらへんと思うねんけど、今日はそこを、あ、なんかあった今。マジで、もうビビらんな。あ、なんかあった今。あ、気づいてない。感覚ないだけ。病気？この商店街を、まあ、普通にロケしていくんですけど、店入った時点から用意スタートしまして、ジャレが怒られるギリギリの失礼なこと言えなかったっていう。ビビリか？ビビリなんかな。っていう企画をするから、妹ってるやつすぐ分かるやん。お前何も言ってなかった。ああ確かにな。それ出しただけだから。はいはいはい。失礼なことを言いたいわけではない。なるほど、それは分かった。ビビリをあぶり出すために、あぶり出すために俺らこの企画をせざるを得ない。はいはいはい。他なかった。何も俺の頭の中で出そうと思ってんけど、努力はしたんだ。何もなかった。あー、まあ、ジェットコースター、心霊スポット、出てる出てる、結構ある結構ある、ちゃうな、ちゃうんや、そこちゃう、やっぱビビらんからな。ビビらへんや、そんなんじゃ。まあ別名仲間ちゃんや選手権とか名付けようか。やばい、めっちゃすげーな。ブチギレられる、ギリギリを攻めたらいいと思う。そうやろ。なんなんですか、ね、これ言われた時点でそいつはもうそいつと会うドボンや、もうエンタメ分かってない。はいはいはい、まあ、あくまでエンタメの中でギリギリ、ギリギリ攻めただけやから、はい、なるほどね。その審査は一応、あ、はいはいはい、一番攻めれてないやつを言ってもらったら、そいつをもう後で最下位を炙り出すんですね。うん、分かりました。何店舗かだから、こうバーって店があればちょっとロケしてな、全然栄えてない、何もない商店街やから。はいはい、そうですね。もう言うてる、すごいね、まだ始まってない。その辺入っていった店も少ないと思うんだけど、できるだけ入っていって、まあやろうかなと思って。なるほど、なるほど、了解です。お願いします。はい、お願いします。どこでもいいよな、入んのは。何でもいい。なんか小腹とか空いてる？あ、でもいいな。これ辰巳食品コロッケ。あ、コロッケちょうどいいんだ。ええやん。じゃあ、こんにちは。こんにちは。こっちだけ写しても大丈夫ですか？あ、ちょっと撮らせてもらってですけど。お一人でやってるんですか？いえいえ、中にちゃんといて。あ、なるほど。全部黒毛和牛なんですか？この串カツとかそうですね。ミンチも。あとミンチカツの入ってる。すごいな。はい。で、この値段なんや。これは豚肉、国産のももです。そうですね。なるほど。ギャルみたいな字っすよね。ギャルみたいな字。なんか丸字の感じとか。すごいいいな、思うっすわ。これウインナー。あ、好きやな、お前な。これミンチカツ1。じゃあ僕、コロッケいこうかな。はい。僕もコロッケ。はい。おいくらですか？めっちゃ安い。410円です。あ、10円出します。一応電卓で叩いておきますね。あ、これお願いします。あ、でも待ってもらえます？あ、もう全然全然。何分ぐらいかかります？まあ5分ぐらいあれば。あ、はい、結構まずな。今はちゃうもんな。今はもう、お父さんおらんから、ね、やってみるから。なんかさ、お父さん素振りとか行きそうな。分かる、これ伝わってないから、あ、目の前で揚げてくれるのか。美味しそう。ここすごい汚れてますね、年季が。ねえ、うまい証拠ですわ。店や、うまそうな証拠ですわ。ただ単に掃除を手といてるというのが。この辺ではお肉屋さんはここだけなんですか？え、うん、こういうお店はここだけです。あと、もう少しあの大きなお店屋さんはやってたりしてます。ちょっと離れたと思うんですけど。じゃあがっぽりっすね。結構赤字っすか？赤字はないけど。赤字はない。だからガッポリやで、やっぱり赤字ないんよ。ガッポリよ、これ赤字ないんよ。ないや。言ってんねやから。それ今何されてるんですか？揚げて中までこう染み込ませる。へぇ、吸いっぱなしやったらこう黒くなってくる。あ、なるほど。ええやつやん。手前ね、結局さっきコロッケの方。はいはい、はい、ありがとう、はい、どうぞ。はい、おおきに、ありがとう。やけどしない。そんなに暑いんや。うっそ暑いで、これ耐えますよ。なんでやねん。お前の差し加減やな。反射反射ではないやつ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。はい、ありがとうございます。
こまでです。まあ、ちょっと食べよう。食べるか。今なし。もう今はもうめっちゃうまい。うまい。やばい。やばい。絶対うまい。めっちゃうまい。ほんまに衣もめちゃくちゃうまいわ。中も味あるわ。すごい。言いたいわ。いいね、もうガチでうまい。ガチでうまい。言ってあげよう。おいしいね。めちゃくちゃうまい。もう家に聞かれました。ガチでうまいです。うまー。大きに。大きにですわ。なんか舐めてたわ。あの油でな、うん、いける雰囲気とか。でもちょっとやけどしたんで。あ、訴えないよ。訴えないよ。訴えないよ。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。どうやったろう。結構いい勝負なんか。ってなんか自分言えてたんかな。人の聞いたらめっちゃヒヤヒヤする。わかる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 。これみんなヒヤヒヤしたわ。難しいやつ。こんなんなるんやったら今日の総合得点でもいいかも。今と匠の中で結構ついてる。最下位はおる。まあ最下位今日はもう今いますね。おんねや。じゃあまあまあ一回聞いとくか現時点で。はいはい。で最後に総合で認証か。クリス君です。なるほど。おお、いやでも結構いった。なんか油とか汚いとか。汚いっすよね。結構言ってたけど。これで最下位か。お疲れ様です。お疲れ様。お疲れ様です。知らん人とは絡んできたり、何してんのみたいな絡んできたりしたら、うん、もう用意飛んで、そこで、うん、なるほど。人との対話がスタート。何かあれば、なるほど。オッケー。強さんがある。ちょっともうしんどいわこれ。いや、あれおっちゃんかな。何商店街のおっちゃんで似てくんのかな。ああいう感じの。いや、なるんじゃこう。活気あるわ。お客さんとの商売やしな、この辺は。ちょっと触ったらこの辺やったらええな。じゃあ2店舗目はこちらです。なんていうお店ですか。ヤマト靴下。ヤマト靴下さん。奈良の靴下。そうやんの。オープニングセールってことは、あ、え、出店4月かな。半年ぐらい結構経ってるわ。結構経ってるやん。長いセールやってくれてはるんですね。めっちゃ昔からありそう。ちょっと中見させてもらってもいいですか。はい、すいません。いいな。靴下何本あってもいいからな。確かに。めちゃくちゃ大阪。うわ、大阪の。うわ、もうおらんて。死ぬほどやつ。うせやん。おかんとかにさ、なんか買っていってもええわな。おかんになんか1着2着でもええやん。お母さんが喜びそうなとかありますかね、おすすめ。ないっすよね。何歳ぐらいの。60手前、50過ぎぐらいなんですけど。老けてんの。はぁ、お前さ、老けてないわ。この一番手があるんですね。あー、ちょっとそれはやめてきます。あ、そう。はい。あとここ秋の新作。あー、新作。新作多いよ。え、新作か。秋やん。ちょっとやめてきます。なんでやねん。若作りにさ、OK みんな靴下。いや、もうちょい…え、見とこうや、もう一人入ったばっか。新種用の靴下…あ、新種用もあんねや。新種用もあんねや。やっぱ男子の方が少なくなるよな、品揃えがな。さすがにな。やっぱ女性客の方が多いんですかね。いや、そうっすよね。もうお父さん一人でやられてるんですか。今日はちょっと働いてる人に。あー、なるほど。秋とか冬寒くなってきたら忙しいから。なるほど。そうなんや。ほんでなんすか。一人ではちょっと。なるほど。いっぱい服買いに来る人がいっぱいおるから。へぇ、えー、いけんねよ。マックスはいけない。あ、まあそう。なるほど。買うもんが少ないですもんね。買うもん少ないし、人も暑いから出てこない。確かに。ああ、そういうことか。だから今おらんねや。特に。お父さん、香港さんに似てますね。言われるんですか。香港はね、似てるか。ビタオの。分かってるやん。言われないですか。初めて。あ、ほんまですか。誰か言われます、似てる人。若い時はいっぱい言われたね。かっつい島津さんとかする。いやいや、似てる。若い時はね、ロバート・デ・ニーロ。嘘つけ。めちゃくちゃハゲとるやん。若い時は。若い時。そっかそっか、今じゃない。若い時はお金はありますか。お父さんの趣味ですか。なわけないやろ。ございます。お父さん趣味何なんですか。ゴルフぐらいかな。あゴルフ一生やります、僕も。どれぐらいいいですか、スコアは。
100前後。ああ、全然僕の方がうまいです。あらねや、やっぱ年齢もあるんやし、もう80歳。ごめんなさい、うまいんすよ。夜は M の方です。何が何が夜の方も夜はって何趣味の話してる。 M が一回も出てる。 夜は M の SM の話してなかった。結構あの寡黙な形やったから、確かに M 系があるんかなと思ってそれ聞けたなって思ったな。なんで答えようとして話してるの。ええです、優しい。ええ人やな。ええ人やわ。他女性やっけ。女性じゃん。誰が男と男の間から生まれてきてんの。ハリーポッターの女じゃよ。あ、そう。めちゃくちゃ女や。つらいのこと言うなよ。お客さん来はったわ。ちょっとじゃあ、つらいやん、それ。珍しいな。珍しいよね。まあでも夏は少ないですよな。確かに、うん。あ、おかんにじゃあこっちのスカウトワンピースでも。そんな派手なん着はんの。うん。こんぐらい、うん、なわけわからんぐらいがいいんちゃう。派手な、うん。僕までで2614円。はい、安いどー。安いんか。いや、いや、分からんけど、確かに靴下とパンツの相場知らんから。14円、すいません、しときます。もう一声。14円600円も。それはちょっと、500円はちょっと。マジっすか。いいんですか。優しい。いいんですか。あるやん。やるやん、やるねん、おい。触んな、お父さんの。ありがとうございます。これは僕、お店の名前が大和靴下。大和靴下。覚えづらいよな。覚えづらい。結構なんか、はい、行きづらい。まあ、そう。そんなことないやん。大阪やから。ヤマックス。原型ないやん。すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。またやっておきます。はい、ぜひ行って。行ってよ。ここに高いっすわ。ちょお前さ、その3回言ってからって飛ばすなよ。いや、さすがに。そういう企画は。ちょ、お前さっきの再会議響いてるやろ、ずっと。怖かった。言うことは言ったよ。逆に言ってなさすぎるよ。黒ひげで、剣4個ぐらい刺してんねんって、俺ら1個ずつやって。ちま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 さ、怖かったよ。何するやつ。ギリギリやからさ。いや、でも怒ってない。怒ってない。あの人もいい人って思ったから。いや、でもちょっと、んとかあったで。あったで。後半あったよ。覚えにくいとか言った時も、見られんから。ぜひ来てください、皆さん。安いよ。ほんまに安いよ。近い方ね。ぜひ、黒で買う。ここ来た人が、あれ嘘っすって言ってください。あ、弁明な。うん、なんか変な。失礼なやつ、あれ嘘です。でも俺らが言いに行ったらええやけど、別にそんなん。もう目合わせ喋られへんでしょ。ああ、もう怒られへん。怒られへんやろ。トラウマや。いいお父さんや。いや、よかった。あの、じゃあ今の順位だけ聞いとくか。いや、それはいやー、むずいな。結構みんなバンバン攻めてたから、抽象的なあれやしな。にしてもそのまあイメージ、印象的にクリス君はもうズバ抜けていったっていうのは頑張らせてもらいました。グロだ。頑張ってた。で、リク君のなんかハゲてるやないかい。そこは言われへんかったもん。あれももうすごいなとは思ったから、ここの真ん中2人以外の芦屋君、チャラ君、どっちかが、そこまで大差はない。うん、ない。どれだけこんな接戦してこんなことよくないわ。やるやん、やるやん。全然ビビってへんやん。まだいける。ほんまに最後とかあかんで、マジで。おお、ハゲるふぃー。もう、ええわ。あかん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 。ギリギリのラインですからね。ギリギリのライン。うん。怒られたら絶対寝かんから。ちゃんと人も見極めんとあかんし。土下座者やから。パン屋さんもあるし。パン屋さんあります。パン屋さんだ。パン屋さん。パン屋さんちょっと狭い、はい、今みたいな店がちょうどいいな。あそこにも洋服あるけど、お、ちょっと若者の小学生とか。いや、小学生ではないよ、サイズ的にも。もうちょっと失礼。
吸うのお前もさっきなんか吸うの失礼あったな。あれはじゃあ最終決戦わかりました。あれは何がなくなったかわからんのやろ。でも集めてだって感じ。集めて、僕ここはもう買い取るだけ。あ、買い取ったものは販売されてる。私は仕入れはあんまり行かないから。ああ、すごいな。なんでのもう中古っすね。そうですね。なるほど。思いました。すごいな。これ素晴らしいね。そんな感じです。笑う角には福来たるなんかがあるわ。ちょっと待って、その下日光東照宮じゃない？名前って書く。いらへん。あ、いらへん、いらへん。いらへん。あ、そう。あ、そう。日光東照宮と華厳の滝や、これ。いや、わからんな。しょうがないってないやろ。それって誰へのヘイト？ポイントにならんぞ。こっちブローチ的なことですか？こっち側がブローチちょっとありやな。まあここにはなさそうやけど、なんかブローチを欲しいなと思ってたな。一応入り口付近もなんかいっぱいあったよ。見てみるか。うん。これも売ってるん？ナイフで買ったら仕入れてるやん。これちょっと思ったことあるわ。パクってんな店の人が。いやブローチパクってるぞ。いやあれ主人海賊や。海賊盗賊とか。あ、そういうこと、うん、ステッキはん、なんかあのラッパーの人もステッキ持ってて足悪いからな。あの人、うん、そうなの。おばあちゃんにいいな。いいよ。あ、おばあちゃんおらんわ。なんやそれ。なんやねんそれ。こんなおじいちゃんにめっちゃいいよ。え、リーやん、リー。うん、あ、俺おじいちゃんおらへんわ。あ、じゃあ俺のおじ、あ、俺のおじいちゃんおらへんわ。全滅かい。お前の祖先全滅かい。おらんわ。なんやねん。お前ら全然おじいちゃん、あ、俺もおらへん。全滅や。この辺全滅やぞ。おらへんよ。いろんな商品置いてありますね。なんかおむつとかありましたね。あれも買い取りですか。盗んできたとかね。捕まえろ私。そう、まあ、確かに確かに確かに犯罪はしたことないですもんね。犯罪したことないですもんね。ほんまですか。捕まるわよね。あ、そうか。夏服商品のところね、2P500 円って書いてるんですけど、 2P っていうのは2人で一致するみたいな。やだな。やろうな。私も自分で思って 3P。 あかんかんかん。ダメですよ。あかんかんかん。そこは止めれた。 2P でいけるかなと思って外見けど、え、何の P？ いや、 2P っすか。 2P っすじゃん。 2P っすじゃん。2枚で500円。安い。もう値段関係なし。値段関係なし。すごい汗かかれてますね。暑かった。暑いですよね。気をつけてくださいね。もう熱中症とかね、いろいろ水分とか取りつつね。いろいろ。さすがに盗んだでしょ。居酒屋。こんなん変じゃない？グラス、ジョッキ、うん、マジでいい。マジの店のやつ。ほんまにいいかも。いいの。300円で。ジョッキとか向こうにいっぱい。あ、いっぱいあるね。誰か飲んでる。そうっすよね。飲んでないよ。飲んでないし。箱に入ってたんすよ。盗んでないから。だから、おまけ。あ、じゃあ、ほんまに買います。じゃあ、まあ、置いとくだけ置いといても。ええよ。これ買いで。ほんまに買う。風鈴気持ちいいな。音な。自分で作れそうやからええか。まあ、作れるわ、するやな。下駄とかないっすよね。下駄は一個あったんですか。あら、一個ある。熱い。熱いやん。熱いで、ね、めちゃくちゃ下駄やん。ガチ下駄あった。すげえ。うわ、すごっ。あれやん。ちっちゃいけどな。すげえ埃かぶってるわね。しゃーないやん。埃かぶったらね。埃見せたらダメっすよね。コロコロしたらええやん。あ、でもその音ええわ。カランカランって。あー、ごめんなさい、ちっちゃいですね。ごめんなさい。ちっちゃいか。ほんまにちっちゃかった。いや、ちっちゃいよ、全然赤。ちゃんとしちゃくせえ。全然赤。
どうみんなは。このお店は売れ筋とかってあるんですか？100円のも。あ、よう売れてる。前の100円の僕が、あ、前に出てるやつ、はい、なるほどね。儲けれてるんですか？そんなんね、そんなんじゃない、そんなんじゃない、うん、ここ、うん、あ、もう俺だけでいい、ここのはいいかな、あ、もう全然そのままで大丈夫、そうですね、ちょ、もう、しんどい、ちょ、そのエッチな言葉とかやめてや、もうマジで嫌やわ、失礼なんか、どうか、なんか、あかんだけ心痛いわ、一番でも、ピリッてたちょっと途中からまあ、お母さんが仲良くなれた、仲良くなれた、最初ちょっと、最初だいぶこう、まあ、それは、うん、それ、さあ、ということで、会話は終了しましたが、はいはい、まあ一応決めとくか、せやな、ポータル、ポータルでの再会、じゃあまずみんなのなんかそれぞれの良かったやつ言って、よ、俺これ言ったな、いや、みんな褒め合う、はいはいはい、でもさっきのゲタで、はい、これあかん。ちょっと試着せえ。全然音。やばいね。サイズ合わんかったでええのに。これあかん。ちっちゃいところで。うん、全然あかん。なんかすっごい汗かいてますね。何やね。すごい汗かかれてますね。暑かった。暑いですよね。気をつけてくださいね、もう熱中症とかね、いろいろ失礼の角度、キモかったわ言われたくないやん確かにあんまり言わんなんか、しかも女性にな、そういや、あんまり心苦しかった言おうか、ちょっとずっと迷ってたけどそれ、あつやのあれつけたけどな、きゃいいやつやいやつやん、めちゃくちゃ上めちゃくちゃ下に見てるコロッケコロッケか、いや、靴下の靴下の じゃあその前にコロッケさんでも言ってた、あ、言ってた、なんかすぐ用をあげてくれてて仲間に見とるように見た時にちぇーやつやん絶対目上に言わんもんちぇーってしちゃう決まった一応決まりました、おだからこの中の、うん、一番ビビリビビリやつ発表します、一番ビビリはアツヤ、よし危ねえ、こいつだ、こいつやな、結局新スポとかもビビってるからな、いやいや謙虚やわ、もうさっきの店舗でもそんな攻めてなかったし、いや盗むとか絶対言ったかやろこれ盗んだやつですよね絶対言ったか言ってたな、確かに忘れてた、やっぱこう、うまかったな、うまかった、人付けはうまい人も、そうそう、ボケっぽい向こうからしたら別になって、うわ、盗むわけないじゃん、やったもん、そうそうそう、はいはい、確かにこれ盗むんですか、やったら、いや俺結構その顔やってんじゃんいや、あの時の感じは全然積んだやつだよね、めっちゃ良かった、違うか、コミュ力ありすぎ、思ってるよりも、うわ、ビビりか出てたよ、うん、まあ、一応、そのボコボコって言っちゃったし、あとまあ、お店さんにも私のないと迷惑かかってるから、俺が一番かかってないんやって最後にそれ皆さんの気持ちも汲んで、ごめんやけど一応アツヤに、俺が代表視聴者からすると、いやお前らちゃんとそこはケツつけよってなると思うから、俺、え、一番おいしっしっ髪型キモいんじゃん、かけんなよ、おい顔上げろ、お前くん、俺後ろからお前ずっとエロいね今回行ったお店の店主さん、本当に申し訳ございませんでした、すいませんでした、謝ります、各店舗回ってね、行っていきましょう、はい、皆さんもぜひ、アビンコ商店街に来てくださいね、来てください、めちゃくちゃいい人、いや、めちゃくちゃいい人ばっかりで、コロッケとかも美味しかった、いや、めちゃくちゃ美味しかったです、地元を盛り上げたいだけです、僕たちは、はい、はい、ありがとうございました。